それじゃあ今日もみんなでバトルやっていきますか。最初のコースは、題名忘れたけど、このキノコを取っていきたい。よし、キラーがね、出てるから、見て、こんなにも出てるんですよ。なんでみんなアイテム取らないかな。よしちょっとビビった、ちょっとビビって、マジしゃがんだけど、見て、ほら、あのチョロプーとかいるから絶対アイテム必要なの。それを気づいた、早めに気づくことが大事なんですけど、これ多分上がるやつでしょ、ほらね、これ名前なんていうの。あぶね、あぶね、あ、ちょ待って、それちょちょ、ごめもちさんギブアップしました。諦めるの早いな、ごめもちさん、まだ早いぞ。いつ勝てるかわからないからね。これキノコでしょ、これ取っていこうね。キノコ取らないで。僕のバトルにはおじいさんとおばあさんがいます。そして顔の大きいお姉さんもいますみんなアバターが個性的で可愛いな。よろしくお願いします。キノピコ、まず入っていこうか。これフラワーがあって、お、なんか、え、なんかの上の、あ、マリオ、そしてこの、え、何のマークだ、そしてルイージでしょ。あ、可愛いこのステージ。でもこれで終わりじゃないよな。ちょっと待って待って言い過ぎ言い過ぎ、マジで言い過ぎ。これはどこ行けばいい、どこに行けばいい、ここでいい、これバトリオコースってこと。そうっぽいよね。いや、なんか楽しみになってきたぞ。そして俺はキノピオだから、なるほど、これ連打したら今度勝ちってことか。やったかったオッケー、こういうことでしょ、これ連打勝負でしょ。いいね、いいね、いいね。あ、待って、早くない、あのルイージ、あのルイージと俺の勝負っていうことかな。これで勝負が始まるのか。いけ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 、かっ押してる押してるぞ、ミオキング。うわ、これキッツいっけー、かっ、よしよしよし、これ最強の連打勝負だ、いけ勝てる勝てるぞ、ミオキングいける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 、ほらやばい、腕がつる、よしよしよし、かっか。皆さん見ました、これが僕の連打勝負の強さですよ。ん、なんだこれ、これこうしてやったらいいのね。しんど、ちょっと待ってマジで今のめっちゃしんどい。僕ですね、右腕に爆弾みたいなの抱えてるんですよ。いや、これ真面目な話なんですけど、こうね、右腕をちょっと使いすぎるとなんかすごく痛くなるんですよね。こうね、なんか物とかうまく持ち上げれないっていうか、筋トレしすぎたらね、ちょっと爆弾抱えちゃってなんかめっちゃ痛いんですよね、右腕が。なんかみんないなくなったね。これ熱くない、これファイヤー取ってってよかったパターンじゃない。ほらほらほら、これ勝ちでしょきっと、ほらねやったやったそれじゃあここら辺ぶっ壊しておこう。そしてみんな待っておきますか。あ、待って待って待って、ちょ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 、いやいや危な、取られるとこだった。なんとも言えないね、あの顔こっちじーっと見てるよ。オリンピック、きっとね、オリンピック的な楽しいコースなんでしょうね。お、これはみんなでバトルオコースか。なるほど、確かにオリンピックっぽいぞ。誰が金メダルを取るんでしょう。僕一番右がいい。それじゃあやっていきましょうか。僕はルイージ一番右の土管です。お、え、え、待って待って、え、これちょっと待って、端っこずるくない、ねえ、端っこちょっと不利じゃない今のねえ、今絶対端っこ不利じゃん。なに、あ、ちょっと待って、風風ちょっとウィンド、やった、よし抜けた。キノピオを追いかけようか。で、これ落ちてく落ちてく落ちてく、いいね、これ下火するとね早いんですよ。オッケー、いいね、よし、独壇場来ました、独壇場。で、これはどっち、これは真ん中で、うわ、これ厳しいな、あ、これやっちゃっちゃっちゃ、よしよしよし、あ、早い早いから、ちょい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 面白すぎる、これマジで面白い。これよし、この辺この辺この辺、いや、これジャンプして落ちていこう。オッケー、いいねいいね、待って、これはこれはまずい、これ一番こっちだ、こっちこっちこっち、で次左、そして次こっちだ、え、どこどこどこ、あ、こっちか、オッケーオッケーオッケー、で次真ん中、そして一番左、障害物競争みたいなイメージをしてると思うんですけど、
え、これ一番ここ、あー待って、マリオ。よし、いや、まだ勝てる、まだチャンスありますよ。マリオ追いかけよう。上長えな、これ。あ、なるほど、これどんどん下に降りていくパターンで、次はマリオを追いかけよう。よし、来た。よし、で次左、よし。で次何、おし、オッケー。これはいい、これは面白いですよ。あ、よい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 よくないよくない、くっくよし、これ次ここらへん、いいねいいねいいね、なかなか差が開いてるんじゃないかな。そしてゴール、早く早く、よし、このまま右に渡っていく。あー、ちょっと待って、マリオから抜かれる、マリオから、やった、あ、やった、あぶねえ、あぶねえ、めっちゃ目輝いてるルイージキラッキラじゃん、キラッキラ。僕もね、目を輝せたいけど、ピオキングはまあ今のまんまのアバターで全然可愛いからいいんだけど、あ、待って、これどっちだ、これ下から行けんの、下から行けるっぽいけど、下から行ったらね、相当やられそうだよね、フックに。でもそれでも俺は下から行ってみるよね、こっち、あ、行けないのか、この船の先行けないのね、なんていうボンミス。あ、勝ちの練習ずっと続いてたけど、あ、待って、やったやったやった、ね、みんななんか、おーい、すかしたぜ。よし、このまま上に行こう。いや、まだね、チャンスありそう。ちょっとこのさ、赤髪持っていく、これでみんな倒して見せるぜ。あの左の土管怪しいな、こっちめっちゃ怪しいんだよな、これ。なんか誰も行ってないけど、ここ怪しくない？これなんだ、こっち何か意味があるのかな、こっち入ってったらなんかあるのかな。あ、鍵がある、そして鍵ドアとかあった、待って俺わかんないよ、鍵ドア。よし、オッケー。そして次このまま右に行く、待って、俺こんなん持ってたっけ投げてやれ投げてやれ、あー、ちょっと待って、危ねえ、あー、こんなん当たるんだったら最初から言っとけばよかった、うおい。よし、これは勝って終わりたいけど、ワンワンが危ない、ワンワンが危ない、オッケー。下からくぐっていく、でドアに入ると、ここはマジかよ、ここでクッパジュニアか、俺チビなんだよな。ここみんなさ、投げ合わないでゆっくり行こう。よし、オッケー、よし、これは右に行ってゴールがあると思うんです。これで3連勝かな、うおーい、ちょっと待って、あははなるほど、うおー、ちょっ、それじゃあこれで最後にしようかな。いや、実は今日全ガチ動画狙ってたんだけど無理だったね。エロ、あの顔エロくない？そら、いいね、最後バーサスレースコースだって。そらさん、なんかエロいとか言ったから怒っちゃったのかなギブアップしたよし、それじゃあどうしよっかな。待って、俺 P 持った、 P 持ったらいけ。よし、じゃあ俺青に行くわね。待って、俺ルイージだから黄緑色がいい、こっちに移動しよう。よし、じゃあ僕は黄緑色、よし、それじゃあ右、そして左の右、なるほど、キノコを取って回転ジャンプしていくのね。で、ここ、オッケー、これ真ん中が早いな。よし、ここ当たっていい？キノピオの様子が見えないから早いか遅いか分かんないな。これ一番右行こうか、でこのままチクアブロックで降りていく、いいねいいねいいね、ここで正解か。あー、待って、なんで俺しゃがんだろう待って、キノピオ絶対早いぞ、あれ。よし、オッケー、ういうい、うい、あー、これ難しい、マリオ早くね、オッケーオッケーオッケー、キノピオ超早いな、これキノピオがやっぱ勝ちかな。よし、これしゃがんだ方がいいんじゃないね、でこのまま右、うー、かっか、これきちい、こういうのがめっちゃきつい。よし、うわ、絶対キノピオ勝ちだ、え、マジうますぎ、あのキノピオ絶対待ってるでしょ。
この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。